おはようございます、渡辺健吾です。今回の動画はですね、以前つけたコブラシートのちょっとネジがミニの振動がかなりあるんで、緩んできたりするので、それをちょっと対策でこれから難波さんと作業したいと思います。冒険チャンネル。まああれじゃ分かりにくいですよね。いや、もうあのもう一回復習してみて、昨日、はいはいはい、もう一回見て分かったんだけど、はい、それだからミニのシートについてたやつを流用されたんですよね。 これはだけそうなんよ、ね、どっちもかもしれん。はいはいはい。だからこれ M ネジじゃねえはずなんだ。なんか言われてましたよね。ミリじゃねえ、うん、本気で締めてます。これ緩むじゃろ、緩むんじゃな。緩んで、うん、精神上の交差点でこれかかバイクのハングオン状態になったのがこれが外れたんです。あ、そこがな、はい、あのナット工場でやったわけでもこれ合わんわや、やっぱし。まあそう、うん、これがじゃけ16分の7いう寸法なんだよ。だから僕としては、うん、もうこのミニのやつ使わず、うん、だけ そうだよな。これがあったらもう日本製のその工具でいつも増し締めができて楽かなっていう。そういうことじゃろ。そういう考えだ。あ、気をつけてください気をつけてください。もうだいぶこのシートにも慣れてきました。あ、そうなんだ。はい、もう馴染んでます。最初は違和感があって、最初はちょっと違和感ありましたけど、だんだんと馴染んでいきました。体が馴染んできました。あれするもんな。これの方がええかもしれんな。こんな工具を探せることですか。これ11ミリになるかな。あ、でも補正より11だったらフィットするんですか。それこれ多分これが11ミリだと思うんで、これが16分の7いうのが。あ、こんな11を買いやすむんですね。11いうのがある日本でいいや。多分モペ測ってみたいけどな、はいはいはい。僕それが工具が限定できればもう全然それで問題ないです。逆にこれの方がごちいけ。ごちいな。ごちいほどごつねえけどな。はいはいはい。だからこれの方が強いのは揺れにくいんでしょうね、多分振動も。ガタが強いだろ。やっぱ多分強いでしょうね、間違いなく。ショックというかバネが硬いけ、はいはい、揺れるから余計に。あとエンジンの振動もじゃろ、全体的に。まあこのどういうんだろう、乗ってみて分かるけど、止まっとる時でも結構ね、アイドリングでも結構ドクドク。これ自体はこれはこれでええな。このこっち本体止めとるやついうのは、はい、もうこっちネジが切ってあるけど、言われてましたよね、この間ね。依頼用がねえから、もうこれでそいつの頭って、それも11なんですか。これ一緒じゃわ。あ、11のコンですね。はいはいはい。結構締まるけどな、うんうん、締まるんじゃけど、今気がついたん、これ、はいはい、かなり締め込んどるけ、ここがへこんどるよな、これ。これあ、ナット、うん、このナットですか。いや、ここ本体。ああ、締めすぎですか、僕。だけどもう、でもこれまだ動くぐらいだけ、これな、まだ動く、締まるからな。やっぱり弱い、もともと弱いんだわな。だからここはもうこれで、はいはい、ほどほどで11で様子見見行くしかねえ、はいはい、じゃろうな、これな。うん、はい、あの本体側はな。で最悪そこは11ミリを変えですね。うん、 このどういうんだろう、この状態のこの部分、はいはいはい、これがもう鉄板が薄いから、はいはいはい、こっちの締める方が勝つんだろうな。ああ、なるほど。だから、あ、ほんまじゃ、うん、薄いじゃん。こっちに穴が開いとるけん分かるけどなこれ何も1ミリもあるかなしか見えねえんだよ。ああ、1ミリぐらいだろうか、せいぜい。ど
ね。今気づいた。あ、ここ、これですね。ここですね。断面が。うん、ね、そう。これは牛は。それで、あの、この、うん、足回りが硬いから、はいはいはい、あれだけポンポンポン振動で、はい、これで、これで、あの、道具で行けばグググググっと。あ、なるほど。このネジ山にこの部分が入って効いてくる。ああ、なるほど。そういう。緩み止めだ。うん。これが、あの樹脂の分、これもそうよな、だけど多分。はい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 。なんかこう、樹脂が入っとるから。ああ、なるほど。ここまでし、で、これはまだ樹脂だけ手でなんとか入ってはいくけどな。そういうことなんだわ。なるほど。だから。4ついるんですかね。1、2、3。あ、そっちはいいんか。こっちはいいんですよ。あ、やっぱり2個で足りない。2個でいいんです、2個でいいんです。あ、運転席のみだ。そうか、そうか、運転席だけじゃけん、はい、ということは多分助手席もこれしたら見た目、そういうことじゃ見た目はいいんですけど、私が完全に勘違いしてるな。見た目はいいんですけど、あの、うん、多分助手席乗る人が、助手席乗る人はこれね、結構1時間ぐらい乗ったらケツが移動になる人ですよ。どうでもいい人はもう二度と乗ってくれんことになる。そういうことなんです。遊んでくれんようになるけんな、ね、あ、ほんなら同じこのステンのあの部材があるけん、はいはい、で一件落着ですね。これが1枚とナットはそのそれを2個入れて、はいはいはい、この、緩み防止ナット、うん、緩み防止もう言っときゃ今までよりは緩みが、でさらにこっちスプリングと、はいはいはい、これを言っといて、はいはいはい、そっち側手を、はいはいはい、この緩み止めで、これで、はいはいはい、行けばだいぶ改善されると、良くなるかもしれない。なるほど。13年するぐらい、はい、ちょっと微妙に違うけど、はいはいはい、このなんとか分のなんとかいうやつが、はいはいはい、計算すりゃええんじゃろうけど、16分の7、はいはいはい、イコール日本でいうミリに変換すると11ミリ、だから11の工具と13工具時計ですね、うん、11、13、これちょうど11、13だな、はいはいはい、これが13だな、はいはい、それも KTC なのか、うん、いや、クリアなんか知らんけどパチパチもんじゃなでな、はい、11使うことが何であるか言ったらな、はい、確かというか、はい、あのアンテナとかの取り付けするときに、はい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 、こうコネクターがあるには、はい、F 接線な、はいはいはい、あれがあれの角が11なんだよ。あのコードと一緒についてるようなコードの先っぽに、あのこんなやつするやつ、あの黒い、はい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 、あの同軸ケーブルの先につける F 型接線やつのが11なんだよ。でこれあるんだわ。2分の1インチ運が日本でいうこれ13だな。あ、13でぴったりそういうことなんだよ、うん、あ、いつもこの何とか分の何とかいうのはこれどういう、なんでこんな分かりにくいんだろうな、インチって16分の9いう角の分母の方が2になったり16になったり、あ、なんかこれ原理覚えりゃええんじゃろうけどな、まあ、それ割り算してらちょうどになるのかな、もしかしてそうだろうな前は2分の7、それでしっかりすればガタもつくのになるし、絶対あのボルトが不定だけ違うわな、ね、全然違いますね、振動と僕の体重との、振動でも一番の問題点は振動じゃろうな、振動ですねやっぱりそこはラジェットが回しやすいんだ、うん、またラジェットが、ラジェットの良さ、この昔は車にもこの12油のよう使うとった覚えがあるんだけどな、今あのうちらの仕事の関係で使う、あのどういうかな、例えばエアコンの取り付け台、はいはい、とかいうのもなんかほとんど13が多い、ああ言われてましたね、うん、ボルト締めるとこは、よし、まっためっちゃ効いた、これ効いたと思う、めっちゃ効いた、そうそれで、はい、そっちをこれで取
緩いわな、もう派生緩んどるもんなこれ、はい、それ10日ほど前に閉めたばっかりですね。 それでこんなにあのモンキーであれだな、あの緩み止めのとこまで、まあ、ここ本来ここに使うとる、はい、あのボルトナットじゃないけんこれがな、まあこのコブラつけてもらった時も僕は急に追加作業をリクエストしたからこれはそうよな、まあ、あり合わせでこれはそうそうそう、ここに使うとけばあの絶対次にノーマルに戻す時いるけん思って、へでこれだけ松田さんどっかに、はい、あのボックスに入れときます。保管しとけばボックスに入れときます。僕がわがままリクエストを言って、いやいやいや、で追加工事になったんですよ。いやもうでもおかげさんでもすごい満足してます。嫌いな方じゃねえだけにおえんわなどうしても情熱を燃やしてしまうかなじゃあ逆にこうした方がいいですね。その式でマス締めしよう。手前にラジェット持ってきてこっち、みんなへでもどねしてこのシートつけとんじゃろうな、興味があるな、ね、他の人これをミニにつけてと、ね、つけるときにだから標準のままつけたら多分ポジションがさもう下がらんから、下がらんけん面白ねえよな、絶対それだったら何のためにつけたんか、座り心地を犠牲にしてまでなんか面白ねえよな、面白ねえ、あれだけ高かったらでこれと変わらなかったですもんね、ノーマルシートと。そう座ってみてこれはやっぱり渡辺さんの情熱にお答えせにはいけんな思うだけなあの時よし、これいっとけ、溶接したらしとんかな、なんかもう特別に作ったあるんかもあるんですね、うん、鉄工所とかに注文して、よっしゃしっかりした、多分これでこっちはもうもし、はいはい、あの本当に困りだしたら、はい、次の手段を考えなきゃいけんかもしれない。いやまあでももうこれがへこんでしまうぐらいになってしまうから、はいはいはい、ですよね、うん、いやこんな鉄板が薄いと思わんかったもん。でもまあどっちかやっぱりこっちの方が緩みやしい、まあ、まあそうでしょうね、あったんじゃろうかな、うん、多分こっちが緩んでからこの大元が多分あこれが緩むからガタガタするから逆にこっちもそうです、いうことになりそうな気がするな、まあそれぐらいとメンテせんとダメですよ、僕もさすがに、まあミニ乗ってるいいじゃん、まあミニいう車だから多少そういうことが起きる、すいませんとダメです、それぐらいこれが締めとったらしょうがないから、はい、ありがとうございます。いやいやいや、逆に締もうとこは、うん、これはどっかに締もうといて、はいはい、17、あやっぱ17、うん、あこれ本当17かの十字レンチ17、はい17、うん、はい、これな、同じじゃん、うん、ミニは17なんだわ、それも一応買っとく、ということで、工具をアマゾンで買いました。まずこの十字レンチ、ホイールを締めるやつ17ミリと、あとコブラシートの根元を締める13で、これが11です。僕みたいなド素人ですけど一応 KTC を買ってちょっとでもテンションを上げようと思いこれにしました。はい、今回の動画は以上です。またいいねボタンとか、チャンネル登録してくださったら大変励みになりますのでお願いいたします。それでは。もういろいろいろんな武器があるだろう、ありますね、昨日はだけこんなこれらが私 の配管を曲げる機械、おお、あの普通のこんなやつやったら、はいはい、例えば直角に曲げるにしても手でなんとかこうゆっくり曲げていけば5年間なるよ、この太さぐらいまでなら、これが俗に言う3分なんだけどな、
ところがあの業務用のモチーフになったら、はいはいはい、あの五分いうとさ、はいはいはい、なったら結局このこれが、はいはいはい、固形配管がはまるな、はいはい、そのRに合わせてこうなって、はいはい、これをよう考えたというかこれをこれがじゃけん8分の5を言うんだ俗に言うこれ5分こっちの5を、うん、はいはい、でいろんな種類があるんだよな、うん、これラチェット式で、でここへ配管を入れてやって、はい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 、これでこういって圧力かけて、ね、カチ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 していったら、はい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 、こういうふうになるほどあの歪まずになるほどなるほど均等に、うん、で90度のところに行って、うん、直角になるほどなるほど、てか壁から出てくるとこやはい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 、いうのはこれでなるほどね、何やかし何やかしですね、うん、これがだけいろいろその太さによってはいはいはい、はい、セットになると、ね、うん変える、うん、それプラス車でいうこいつらがそれいわゆるトルクレンチですか、そうそうそう、うん、これ凍った あったよかった、どう見とかんとな、お道具現場で昨日レール時間かかったからこういう感じ、はいはいはい、2345みたいな、うん、で穴の加工するんも、はいはい、これが2345で、はいはい、これめっちゃ軽いけん、はいはい、軽い分4円かもしれんけど、この気候に惚れてな、アマゾンで最近コータバーなんだけどな、それは結局んあの配管のああ何するもんか言ったらな、あのあれあの立ち上がり作るやつん、立ち上がりじゃなしにな、はいはい、で基本的にはこれで、はいはいはい、立ち上がってますよね端っこ、これでまあバリをあバリ内側のバリを取るんだ、でこのメーカーの宣伝するつもりはないんだけどな、はいはいはい、これの素晴らしいのはな、はい、こうまあこういくわな、はいはい、これいわゆるだから3部用のとこに今使ったんですね、ほんで、まあ、これはもう外して使った方が便利がいいって言うたけど、このどこまでこの、はいはいはい、こっちへ出したらええか、はいはい、いうゲージがついてるのと、これはまたどうでもよかったんだけど、はいはいはい、ここの矢印があろう、これを、はいはい、ここをいうふうにちょっと軽くクリックで止まるんよ、はいはいはい、ありますね、なんかで僕今まで使った2本3本使ったのは、はいはいはい、これがちょっとこう間違えて攻めるところでしょって、はいはい、ずれる時があるの、はい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 、ずれるとこやったらこのここにはまらないけどね、これ締めていったやつが、なるほどそれがずれるけど、こいつはなカチッカチッとここで軽く止まってくれるけん、現場で間違えない、まあちょっとしたことだろうけど、これよう考えたな思うたこの人、このメーカーな、でこれビシッと締めてこれを回していくんだ、はいはいはい、なるほどね、ほんならなこれ誰でもできるの、これカチンとなって、はいはいはい、それ以上もういかんよな、はいはい、で何回かこう回したら、はいはい、こう仕上げが、はいはい、トゥルットゥルになるという、うん、で戻して戻したらもう一回緩める、道具の使い方勉強会みたいな、ほんならここがこうなる、綺麗にね、うん、こっちなっとはめてね、現場ってね真夏の炎天下の下とかでもね、うん、やったりするから間違いますもんね、あのやっぱ新しいの気持ちいいなぁ思うてね、今まで 20年ほど使ってきたやつ、はいはい、ここが勝負なんよ、はい、これの仕上げが悪くて、こう向きにでも縦にでも傷が入っとったらそっからガスが漏れ る、 あ、なるほど、ここだけ一番気使うやっぱしな、こういうえでも知れとんよこれ1万2千円ぐらい、あでもやっぱまあまあそうやな、あこれ安いやつ、あ安いでもそう、うん、もう一個まだ今このような使えた分は、うん、もっと便利なの、じゃあこれがなあのラテット式になっとって、はいはいはい、これもあの最後までいったら、はいはいはい、パチンと誇張したら、はいはいはい、あのこうこれはこうこう回していかなきゃいけないんだけど、うん、さっきのこれこれみたいな感じで、はい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 、こういう風な動きしてくれるけこう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 やって、あなるほどなるほど、こう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 してね、はい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 、こういう感じで、なるほどなるほど、戻ってくれるけん、なるほど、それにしようかな思うたけど、もうジャンシーの試しにこうてみちゃうちょっとケチってな、なるほど、
でもこれはちょっと豪邸良かったかもしれない。けど超軽いよ。アルミ、これ鉄じゃけんな今です。もうだんだんとな、カリーのを使わないんだな、うん、エローってな、もう、まあね、これ4種類、はいはいはい、12、17、14、14、12がまだあるな。これはあのここを加工した後に、はいはい、こっちはもうナットでくるくる回るんだけど、はいはい、こっちのエアコンの本体側、はい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 、いうのはバチッと固定して、でこのこれの場合これでいくんだけど、はいはいはい、こっちを固定しといて、はいはい、でこれをあの普通の、まあ、普通こんなモンキーでする人が多いんだけど、これぴったり合わせな、うーんですね、うん、ここトルッとこうなったりしたらアウトになるね、はいはいはい、モンキーは意外と使いにくいよな、うん、だからこうきちっとこれはまっとる、はいはい、はまる分で押さえといて、これでトルクガチガチこっち言うまで、なるほどなるほど、これもよう考えとるな、ま、4種類だいたいこれがあったらな、あの家庭用のエアコンぐらいだったら意外と使いにくいな、ちょっと微妙にずれたりね、うん、そうそうそう、結局あのじゃけん何にでも使える便利さはあるけど、これはこれのいいとこもあるけど、確かに確かに、やっぱりついつい、うん、いつもこれだけぐらいは家庭用で、はいはいはい、家庭用セットなんだけどな、こいつらはもうめったに使わんけん、うん、業務用セットこれを忘れずに持っていかにはいけない、はいはい、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。